即興演奏部分がないのはあまり聞いたことないんで、すぐ終わっちゃうなみたいなあれもう終わっちゃったみたいな、自分でもそんな感じでしたけど、そんな曲をお届けいたしました。では続いてはね、ちょっとジャズスタンダードでも弾いてみたいと思います。そうだな、どうしようかな、楽しげなやつ。それではどうしようかな、じゃあ It Could Happen To You という曲をお届けしてみたいと思います。Thank you.
はい、行ってくだという時でした。時間は今9時44分ですかね。あと1曲くらい、最後にちょっと壮大な感じでお届けして終わりたいと思います。最後に、お届けいたしますのは、チューン3という曲を演奏してみたいと思います。これとある、アメリカの映画の日本公開用にですね、例えばディズニーアニメとかでも日本版だけ主題歌が違ったりとかね、そういうことあるかなと思うんですけれども、まあ、そんなような作曲の依頼がこれ何年作ったんだろう、2010年に来たことがありまして、劇中の音楽を全部なんかね、権利関係の問題かなんかで全部差し替えるというのがありましてですね、まあ、たくさんの曲をその時作ったんですけれども、その時の3曲目に作ったということで、チューン3という、タイトルになっています。これは今日演奏する中で僕とあと小川康久さんというですね、2人の共作になってるんですけれども、ただメロディーはたった8小節をずっと繰り返すだけという、そういう、シンプルな曲となっております。とってもなんかこう、なんとかな、自分で言うのもなんですけど、ちょっと美しいというか切ない、そんなメロディーがずっと繰り返すね、そんな曲なんですけれども、本日最後にこちらをお届けしてみたいと思います。本日の演奏は田中雄一でした。今月のね24日とか、来月のまた3月3日なんかにもこちらで演奏しておりますので、ぜひともその際にもお会いできたら幸いでございます。あとそうだ、チラシを持ってきてるんですけど、ビッグバンド、これ去年フジロックに出たりしたやつなんですけど、今月の16日か吉祥寺で、これもね、演奏したりしますので、そちらもチェックしていただけたら幸いです。というわけで最後チューン3をお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。
い、どうもありがとうございました。急にお店に来たらこんな変な音楽をやっていたとね、感じでしたけど、今日はこの後も楽しい夜を皆様お過ごしくださいませ。田中雄一でした。どうもありがとうございました。今月24日と来月の3日にも演奏しておりますので、サックスが入ったりね、いろんな編成で編成しておりますので、またお会いできたら幸いです。どうもありがとうございました。